Bye. <laughs> 自分の罪を認めて神の前に減りくだらないものは神に受け入れられる最初の条件さえ果たしていないわけであります。再び悔いることのない悔い改めをし本当に減りくだった砕けた心で罪を告白し自分の罪悪を心から憎んでいるのでなければ誠に罪の許しを求めたとは 言われませんまた罪の許しを求めたことがなければ神よりの平和を見出すことはできません。皆さんはこの引用文を聞いてどのようににお感じになりましたかこの引用文には「再び悔いることのない悔い改めをし」という部分がありましたね。 再び食えることのない食い改めとは同じ過ちを繰り返さない食い改めという意味ですが今回はそのような食い改めをする3つのステップとなる経験について考えてみたいと思いますこの引用文を文字通り読むならばこのように理解されないでしょうか再び食えることのない食い改めをしと あるので自分のように何回も同じ悔い改めをしてしまうのはもしかして悔い改めの真剣さが足りないのだろうか悔い改め方法に何か問題があるのだろうか実際このことは多くのクリスチャンにとって非常に悩みの種となっているところではないでしょうかさらにこの引用部の続きには 次のように記されてあります私どもが過去の罪の許しを味わっていないただ一つの理由は心を卑しくして真理の御言葉の条件に従っていないからでこの点について次のようにはっきりと教えられています。罪の告白はそれが公のものであっても個人的なものであっても真心からのものであって 十分に言い表されなければなりません。ここで私たちクリスチャンに見落としがちな落とし穴があります。それは罪の告白はそれが公のものであっても個人的なものであっても真心からのものであって十分に言い表されなければなりませんという部分になります。そこでまたああ 私は神様に自分の罪をちゃんと告白していますよだから十分に言い表していると思いますとおっしゃる方もおられるかもしれませんしかし神が告白として求めておられるのは神に対する罪の告白だけで済まされるということではありません実は私たちが罪を犯して 損害を与えた相手の方すなわち個人の方であればその個人の方にその罪をごまかすことなく言い表して謝罪しなければならないのですもし相手が公の方々であればその方々に対して自分の犯した罪を言い表して謝罪しなければならないということです例えば 教会内の誰かに対して苦々しい思いを持っていたとしましょう。それゆえに他の誰かにその人の何の根拠もない悪意のこもった噂話を流したならばそれは実戒第9条でいう偽証の罪になります。そしてそのことを神の見舞いに本当に悔い改めるためにはまずその人のところに行くか。 もしくは何らかの手段で連絡して自分が犯したその根拠のない噂話を広めた罪をその人に告白して謝罪をしなければならないということですそうしないでただ神に対する罪の告白のみで済ますならば神はその悔い改めをお受け入れになられないということなのですまたもしそれが公の罪 例えば教会の献金を密かに自分のために用いたことがあったとしましょう。これは戒第8条で言う盗みの罪になります。こっそりと神にだけ祈りの中で謝罪するのみでその罪の事実を公に告白して謝罪し盗んだお金を返すのでなければ神にその人の悔い改めは受け入れていただけないということなのです。 神のほか罪を許すことはできませんから、罪は神に告白しなければなりません。そして過ちは互いに言い表すのであります。もし友人や隣人をつまずかせたならば、自分は悪かったとこれを認めて謝るのであります。そしてこれを快く許すのはその人の義務であります。 そうした後で神の許しを求めなさい。ここにはっきりと、もし友人や隣人をつまずかせたならば、罪を犯して害を与えた相手に対する謝罪が必要であると記されてあります。つまり、本人に直接謝罪した後に、神に許しを求めることによって、その悔い改めは、 許されて完了すするとということなのです実は多くのクリスチャンがおろそかにしていた部分とはこの一番やりたくない部分である相手にもし相手に何か損害を与えてしまったならばそれもちゃんと全て償わなければならないのです。 私たちにとってこのような行動はあまりにも恥ずかしいことですしプライドも打ち砕かれるでしょうそしてその損害の償いのためにあちこちに出向いて自分が与えてしまった悪影響を修正して回る必要があるならばそれは大変骨の折れることでもありますできることなら聞かなかったことにしたいほど 避けたいことですしかし逆にこのような屈辱的なことを実行することができる人というのは誠に心から自分の犯した罪を悔い改めた人なのではないでしょうか実はこれこそ本当の悔い改めであり神から完全な許しを得るためには必要なことなのですそして聖書の中で これを実践した人がパウロですパウロは自分が当時のクリスチャンにどれだけひどい罪を犯してきたか公に告白してきましたパウロは自己を弁護することなく自分の罪をその恐ろしいままに描き罪のいくらかでも軽くしようなどとは考えませんでした 彼は次のように申しています多くの生徒たちを閉じ込め彼らが殺される時にはそれに賛成の意を表しましたそれから至る所の街道でしばしば彼らを罰して無理やりに神を汚す言葉を言わせようとし彼らに対してひどく荒れ狂いついに外国の町々にまで迫害の手を伸ばすに至りました。 彼は自分が行った恐ろしい罪について誰かのせいにしませんでした。また迫害した内容を曖昧にして自分の立場を擁護しようともしませんでしたし全て正直に話すことで周囲の人からどう思われるかなどということも考えませんでした。このような悔い改めをすることは確かにとても大変なことなのです。しかし、か ここまでを経験した人ならばおそらく以前のようにやすやすと罪の行為を選ぶことはなくなるのではないでしょうかなぜなら自分の犯した罪の影響力と悔い改めを完了させる大変さを本当に知っているからですこのように神の見舞いに正しく悔い改めることが再び悔いることのない悔い改めをする 一つ目ののステップなのですしかしここでさらに突っ込んで考えてみましょうこのような大変な悔い改めをした人ならば今後もう二度と思いの罪も全くなくなるかということですそれでは思いの罪が完全に解決していないのだとしたら結局その人の悔い改めは 神の見舞いに正しく悔い改めていなかったということになるのでしょうか。実は私もこの部分の理解が非常に悩むとこでした。私自身も罪の行為までには至らないにしても、自分の意思とは関係なく、心の中に勝手に湧き起こってくる思いの罪がまだ完全になくなってはいないからです。 そしてその思いの罪を悔い改めたとしてもまた忘れた頃にその思いの罪が湧き起こってくることすらあるのです。これは私が真剣に悔い改めていなかったからでしょうか皆さんはいかがでしょうか実際に行動として表される罪の行為を繰り返さなくなったとしても心の中の思いの罪が不意に 心に湧き上がってくることはないでしょうかここで一つの例えについて考えてみましょう。キリストは新約聖書の中で自分の罪深い状態を本当に知っている正しい人の祈りとして主税人の祈りについて言及されました。ところが主税人は遠く離れて立ち 目を天に向けようともしないで胸を打ちながら言った。神様、罪人の私をお許しくださいと。あなた方に言っておく。神に正しいとされて自分の家に帰ったのはこの主税人であって、あのパリサイ人ではなかった。おおよそ自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるであろう。 ここで皆さんに質問なのですがこの酒税人は実際にどこどこの誰々に対して行った詐欺行為について悔い改めに来たのでしょうかそれとも自分が酒税人という人から後ろ指を刺されるような仕事をしている人間であるという事実について神の見舞いに嘆いているのでしょうか実は 彼が嘆いているのは、主税人である自分という事実なのです。言い換えれば、彼は自分ではどうしようもない本質について嘆いているのです。まさに私たちも主税人の祈りのように、自分ではどうしようもない本質について、神様、私は心の中に自分の意志とは関係なしに、罪の思いがまだ 沸き起こってくるような罪深いものですどうぞこんな罪に汚れた私を哀れんでお許しください」という嘆きが必要なのではないでしょうか。このような自分が罪人である事実その罪の本質を悲しむ嘆きが私たちにとってとても重要なのです。 私もそうなのですがこのような罪の本質を悲しむ罪人はいつまた自分の心に思いの罪が湧き起こってくるのか自分で自分を信じられない状態なのです。自分はクリスチャンとして生きているはずなのにまだそのような罪の思いや性質に影響を受けている状態であることが本当に悲しくて情けなくて 恥ずかしいのですしかし実はこの自分が罪人であることを嘆き悲しむ経験が再び悔いることのない悔い改めへの二つ目のステップになります。なぜなら罪がいかに自分にとって強大な影響力を持っているかを身をもって理解している人はその 自分の意思とは関係なく起こる思いの罪から逃れたいと絶望するようになるからです。この自分の心の内から湧き起こってしまう罪を本当に嫌悪する状態に至りその事実を嘆き悲しむならばその人は再び悔いることのない悔い改めに導かれると聖書にあります。 神の御心に沿うた悲しみは悔いのない救いを得させる悔い改めに導きこの世の悲しみは死を浸らせるさらに先ほどの修善人のように罪人の本質である思いの罪の問題を抱えて自分が罪人である事実を嘆く状態の人たちを神は とても憐れんでくださいます。それゆえ実際に思いの罪の心に湧き起こる頻度が徐々に少なくなっていくという祝福があるのもまた事実です。それは精霊によって心になされる愛の再創造によります。心に愛が創造されると。 私たちは心の中に神の立法が書き記されたのと同じ状態になってきますこの経験を成果とか清めと言いますこれは人生の中において神の御心に創った悲しみのうちに少しずつ進んでいく経験になりますしかし何よりも素晴らしいのは今まで悔い改めでは解決しなかった 思いの罪の問題を神が憐れみのゆえに完全に解決される時が必ず来るそのような約束があることですまさしくそれが主の御前から来る慰めの時といわれる最後のあがないの経験なのですだから自分の罪を拭い去っていただくために悔い改めて本心に立ち返りなさいそれは 主の見舞いから慰めの時が来てあなた方のためにあらかじめ定めてあったキリストなるイエスを神が使わせてくださるためであるもちろんここで私たちが慰められるのは思いの罪の問題についてになりますつまり今まで悔い改めても悔い改めても解決できなかったことが この主の見舞いから慰めの時が及ぶことにより完全解決するのです。しかしそのために私たちがなすべきことがあります。それは悔い改めて本心に立ち返りなさいということです。この悔い改めて本心に立ち返りなさいとは何を意味するのでしょうか。それは 日々心の中に沸き起こる思いの罪に断固として同調しないという罪への抵抗する意志を持ってそれを生活の中で実践するということなのです実はこの部分を実践していたのが先ほどの酒税人やザーイでした彼らは確かに 主税人ではありましたが不正をしない主税人だったのです聖書には彼らは悔い改めたので主税人をやめたとは記されてありませんむしろ主税人として不正をしないようにと書いてあります主税人もバプテスマを受けに来て彼に言った先生 私たちは何をすればよいのですか彼らに言った決まっているもの以上に取り立ててはいけないここで重要なのはこの不正をしない主税人という部分ですこれを私たちに当てはめると次のようになるのではないでしょうか罪を選ばない罪人 この罪を選ばない罪人はもちろんまだ罪人という状態ですのでサタンも誘惑してきますそれにより心の中で罪に属する思いが湧き起こるかもしれません確かにそれはとても悲しむべき事実ですしかしその罪に属する思いに同情せずにその罪の思いにふけらずもてあそばず 実際に罪を選ばないという意思を貫いた時心から湧き起こった思いの罪は退けられてそれに勝利したことになります実はこれが大きな一歩となるのですそしてまたたとえ次の日にも同じ思いの罪が湧き起こったとしてもそれでも罪を選ばないという意思を貫くことができたときには 罪に対する勝利を重ねることによって、さらにまた一歩前進したことになります。この勝利の経験を積み重ねていく経験もまた成果になります。つまり、罪人という事実はあっても、その心に沸き起こる罪深い思いに同調せずに、それと戦って罪に勝利し続ける経験を毎日している人たちが、 神から正しいとされた人たち、すなわち、神の最後の戦いに選ばれる、残りの教会の姿なのです。主はまたギデオンに言われた。民はまだ多い。彼らを導いて水際に下りなさい。私はそこであなたのために彼らを試みよう。私があなたに告げて、 この人はあなたと共に行くべきだというものはあなたと共に行くべきである。また私があなたに告げてこの人はあなたと共に行ってはならないというものは誰も行ってはならない。そこでギデオンが民を導いて水際に下ると主は彼に言われたすべて犬の舐めるように舌を持って水を舐めるものはそれを別にしておきなさい。またすべて膝を折り かがんで水を飲む者もそうしなさいそして手を口に当てて水をなめた者の数は三百人であった残りの民は皆膝を折りかがんで水を飲んだ主はギドンに言われた私は水をなめた三百人の者を持ってあなた方を救いミディアン人をあなたの手に渡そう残りの民はおのおのその家に帰らせなさいこの ギデオのの戦士話は実にに教訓に満ちています水際で水を飲む時の姿勢で選ばれる神の残りの民をふるいにかけるのですもし川に膝を折りかがんで水を飲むあるいは犬のように直接口をつけて川の水を飲むならばその人は今自分が戦いの中にいることを完全に忘れている。 とということにな,りますなぜならその様子からあまりにも無防備な状態だからです。しかし手で水をすくって飲む者たちは自分が今戦闘中であることをひとときも忘れていません。神はこのような事故との激しい戦いの中にあることを自覚している者をご自分の残りの教会の民としてお受け入れになられるのです。 このように私たちが罪人であるという事実がある間は私たちは自分の心から湧き起こる罪深い思いと常に戦わなければならないのですそして今日に至るまでこの罪人という事実が解決されて罪人で亡くなった人は誰もいません言い換えれば 心に罪深い思いが湧き起こってくる可能性のある状態こそ罪人である証拠だと言えるでしょうそれゆえに聖書に登場した多くの信仰の先駆者たちであっても罪人の問題が解決しないまま人生を終えているのですノアアブラハムダニエルパウロルター 彼らは罪人であったがゆえに人生の終わりに死という眠りにつくことが許されたのですしかし神が私たち人類に問われる問題は罪人として死んだということではありません神が私たちに問われる問題は日々その心から湧き起こってくる罪深い思いに同調して実際に罪を 犯すことを選択したかどうかです多くの信仰の先駆者たちはこの部分に関して実際に勝利していましたつまり彼らのクリスチャンライフはまさに罪との戦いの連続の中で得た勝利であったということですクリスチャンの生涯は戦いであり進軍であるしかし勝利は 人間の力では得られない。戦場は心の中にある。私たちの戦い、すなわち人間の戦わなければならない最も激しい戦いは、自己を神の意志に従わせること、心を愛の主権に屈服させることである。血肉による古い性質は神の国を継ぐことができない。生まれつきの性癖、 古い習慣は捨てなければならない私たちは自分の心の中に沸き起こる思いの罪と戦わなければならないのですなぜならこの思いの罪に同調したいという欲望こそ私たちが罪人アダムから受け継いだ何よりも自分を優先する傾向になりますこれが 私たちが生来のの罪人という状態でである証拠なのです。もちろん神はアダムを完全な人として創造されましたすなわち彼は罪人ではありませんでしたしかし彼が神との関係性よりも自分を優先する傾向を選択した時心の中に自我というものが形成されました言い換えれば この自我を持って生まれたという事実が利己心や誇りを持ってしまう原因でありそれは私たちの心の中に沸き起こってくるのです霊的王国に入ろうと決心する者は自分の生まれ変わらない性質のあらゆる力と欲望とが暗黒の王国の勢力に支援されて 自分に手向かってくるのに気づくであろう。利己心と誇りはそれが罪であることを指摘するすべてのものに対して反抗する。私たちは自分を支配しようとする悪い欲望や習慣を自分で征服することはできない。私たちは自分を奴隷の状態に置く強い敵に 打ち勝つことはできない私たちに勝利を与えることができるのは神だけである神は私たちが自分自身をまた自分の意思や行動を支配することを望んでおられるしかし神は私たちの同意と協力がなければ私たちのうちにお働きになることはできない精霊は 人に与えられた才能と能力を通して働くのである私たちの勢力は神と協力するよう要求されている自我とは罪の根本的な泉のようなものですこの自我によって私たちはある時には嫌いな相手の悪口を広めたい思いが沸き起こりまたある時には 自由気ままな快楽や訪中を求める堕落した生き方に惹かれたりします。またある時には相手の一言でカチンときて怒りが湧き起こったりもします。そしてもしこれらの思いの罪の影響によってさらに次の行動を選択する時私たちは行動によってさらに行いの罪を重ねるのです。 それ上、多くのクリスチャンはその繰り返される行いの罪を何度も何度も悔い改めてきました。しかしそこに思いの罪に抵抗する自我との戦いが生じていないならばいくら悔い改め続けても勝利の経験を得ることは決してないのです。私たちがすべきこととして 神が私たちに求めておられることはこの自我の要求に抵抗して思いの罪と戦うことなのですそれゆえ私たちが自我に抵抗する必要性を理解したところからクリスチャンライフに変化が出てくるはずです実はキリストの働きは十字架によって私たちの罪を許す とということだけではありません私たちがこの自我の要求に屈せずに勝利するための助け主精霊を天から送ってくださるために今天の死聖徒で中歩者として取りなしをしておられるのですこの霊の戦いの中に自分がいるという事実を私たちは理解し そして今すぐに神の助けを祈り求めることによって生活に適応するべきではないかと思いますこの聖霊によって思いの罪との戦いに勝利し続けることが罪を選ばない罪人になるという再び悔いることのない悔い改めへの3番目のステップなのです 最後に今日学んだ再び食えることのない食い改めの3つのステップをもう一度確認しておきましょう1つ目のステップ「神の見舞いに正しく食い改める」これは罪を犯した相手へ直接謝罪することそしてもし何か損害を与えてしまいまたその損害の償いのために そのの悪影響を取り除く努力をすること2番目のステップ自分が罪人である事実を嘆き悲しむ悔い改めを経験する自分の心の罪の影響力を知り罪を嫌悪する経験自分が罪人であることを嘆くこの悲しむ経験が必要です。 3番目のステップ「罪を選ばない罪人になる」「思いの罪と戦い精霊によって勝利し続ける」そのような経験が必要になりますぜひお互いにこれらの3つのステップを実践するクリスチャンライフによって再び悔いることのない悔い改めへの道のりを歩んでいきたいと思います。 そして皆さんとともに罪に勝利した罪人の希望である慰めの時に備えていきたいと思いますそれでは一言お祈りをさせていただきます愛する御在天のお父様私たちは未だ罪深いものでありそして心の中に沸き起こる思いの罪が いつ頭をもて上げてくるかわからないそのような残念な悲しむべき状態ですしかしこんな私たちに希望が与えられましたそれはたとえ罪を犯しても正しく悔い改めるならば神は十字架のイエス・キリストの功績によってその罪を許しまた私たちが自分の罪人という状態を 神の御心に沿うた悲しみとして経験するならば、神は再び食えることのない悔い改め導くと約束しておられます。そしてこの戦いは続きますが、必ず神がこの戦いを終わらせてくださる慰めの時を私たちも経験できるというこの約束を希望として、皆さんと共に日々勝利を積み重ねていくことができますように。 お助けくださいこれらの祈りを感謝して救い主イエス・キリストのお名前を通して見舞いにお捧げいたします。アーメン